面白い公認会計士が持てる方法ということで面白い鉄板トーク。僕もね、本当にめちゃくちゃコミュ障だったんで、25、26で会計士だったんで、合コンでちょっと鍛えたっていう感じですか。これはあれだよね、肩書きを武器にした男ですよ。ということで今日もですね楽しい感じでやってます。今日はですねありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやその様々なコラボの動画がですね、まあ僕のチャンネルでもこう上がっていきますし、黒田さんのチャンネルでも上がっていきますので、よかったら見てください。そのまず紹介ですね、誰かというところから、紹介していかないとと思いますので、じゃあまず。黒井さんからお願いします。はい、犯罪者じゃなくてですね、公認会計士 YouTuber の黒井と申します。よろしくお願いします。よっ。私ね、本当にね、犯罪者じゃなくてね、本当に公認会計士なんですね。認めてほしい、本当に。あ、これ本当に、ね。誰も疑ってない。まだ若干疑ってるんだよね。会計士歴で私もう10年ぐらいですかね。10年ぐらいやってるんで、で、全部ね、実務ですね。はい、大ベテランですか。大ベテランですね。もう重鎮な感じがね、してますけどね。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で、リコさんです。はい、よろしくお願いします。行政書士になって、はい、早10ヶ月。あら。とある人出会って。あら。早、3ヶ月ぐらい。あ、なんですね。あ、ほんまですね。3ヶ月にしては濃いな。濃いね。しまいにはこんな怪しい方とコラボも出会って1時間半ですよね。すごく嬉しいです。こんな感じですね、まあ、楽しくやっております。で、まあ、今日のテーマもですね、まあ、ここに来てと、で、こういうふうな、複数人で撮影するとなると、修行は持てるかどうかという話をね、やっていこうと思います。さあ、どうですか。どうですか。修行持てるかですか。あ、もうだって公認会計士って、うん、すっごいかっこいいですか。かっこいい。そう思うじゃないですか。でもこれまたなんかあれ使いますから、なんかなんとかしやってますってなんかすごいねかっこいいっていう風に言ってた方がいたんで、修行、はいはい、って持てますか。持てると思います。ほら、修行ってだけでかっこいいですよね。ああ、見ました、見ました。だからなんとかしはやっぱ持てるんだろうなと僕前回の動画見てね、はいはい、思いましたよ。どうなんですか。そこで言うとね、もう修行ね、公認会計士はね、持てないですからね、本当に。ありがとうございました。はい。またね。ごめんなさい、終わらせちゃった。おかしい、おかしい、そんなことはない。そんなことないですよ。でこの間コラボして言ってましたもん。修行、なんとかしって持てますって言ってたんで、修行って持てますか。持てると思います。持てると思います。持てると思います。そう当てるでしょ。そうね、これね、大きな誤解があってですね、公認会計士って陰キャが多いんですね。わかります、陰キャって。え、陰のキャラです。影のキャラクターです。陰のキャラクターがね、本当に多いですよ。本当にね、シャリーが苦手っていう方がね、めちゃくちゃ多いわけなんですよ。女性にも慣れてないっていう方がね、結構いらっしゃるんですね。私含めですね。だから今めちゃくちゃ緊張してますからね。さっきずっとカミカミだったもんね。ずっとですよ、緊張してました。さっきもね、公認会計士フレーズを噛むっていう。何をやってきたんやん。一番やってるフレーズ。別に言えないんだよね。公認会計士って何歳ぐらいからやる方が多いんですか。大体ですね、大学生が多いですね。あ、そうなんですか。大学3年生、4年生でも受かる方が結構、ね、いらっしゃるんですね。すごい。もう早いなっていう感じですけど、私ね、24、5で受かったんですけど、結構遅い方なんですよ。遅い方なんですか。遅い方ですね、24。結構ね、大学、ね、大学いるときにもう取っちゃおうっていう人が結構、半分ぐらい、そう、いるんですよ。エリートって感じ。そうですね。専門書士とかだって40過ぎても受かってない人とかいるし。あ、そうなんですね。まあ、公認会計士もね、ずっと、ね、やってる人っていますよね。10年公認会計士の勉強してますっていう人もね、中にいるんで。そうなんですよ。いや、でもそんだけ頑張って公認会計士取った後なったら、やっぱモテると思うんですよ。そう。さぞ。そう、さぞね、モテると僕も思いますよね、やっぱ。こんだけだってめっちゃ頑張った。僕もそんな時期がありました。だって、コラボしたんですけど、はい、その努力の過程が見えると、やっぱすごいかっこいいみたいな。そこから諦めなくて逃げたい人ってすごいかっこいいっていうね、人がいたんで。
ね、努力を積み重ねるっていう人は逃げないから、うん、そういう人ってやっぱすごい魅力的だと思うの。確かにね、うん、確かにそこをね、努力した人っていう魅力があるかもしれない、ね、そうですね、なるほど、そうなんですか、そうですね、勉強してきたっていう、逃げないで諦めないで頑張ってきたっていう人、まあ、得意流しますけどね、もう一回、はい、いたんで、すごい頑張ってないですか。そういう方モテるでしょ。素晴らしいですね、まあ、よくそこに気づいてくれたっていう ね、そこを見てくれれば本当に、ね、モテると思います、はい、なんかね、公認会計士っていう仕事をね、こう理解してくれるというか、その通りね、こう辛さを理解してくれる方はね、多分モテると思います、その、うん、そういう方からはモテると思います。ただ一般的にこう知られてないっていうのがあるんですね、うん、合コン行ってね、公認会計士ですって言うじゃないですか、そうするとシーンとするんですよ。ああ、馬鹿しらけんですよ。何やってるのと思う何やってるなんだろうと思う。口をそろえてその言われるんですよ何やってる人なのってこう聞かれるんですよ、うん、でそうするとこう聞かれて嬉しいじゃないですか、で真面目にこう喋るじゃないですか、うん、そうするとどんどん惹かれていくんですよ、みたいな。そうそうそう、公認会計士っていうのはね、もう市場のね、もう信頼をね、勝ち取るんだみたいな、そんな話をずっとするんですよ。喋れば喋るほどどんどんこう引いていくんですよね。確かにさ、だってあの会社法だったりとか会社の内部のこと監査だったりとかって、はい、一般の人はあまり馴染みがない、うん、特に女性とかだとあのそういうのってあんまりよく分かんなかったりとか、うん、分かりやすいものが好きじゃない女性って、うん、そうですね、そうそう、なんかそういうなんか会社で監査って何やってるの、決算書はそうなんだ、うーんみたいな、でなんかうんねみたいななんかですね、もっと理解してほしいですね。そうですね、理解者からはねモテるんですよね、うん、ただ理解されてない方から本当にもうなんか何してんだろうなっていう感じで見られて、そうなるとやっぱいい分なんですね。なるほど、公認会計士の肩書きも関係なくなるわけですよ、一人の人間として見られるわけなんですよ、じゃあその例えばそういう場でですね、はい、あの公認会計士ですみたいなっていうのを、うん、あの一個の自分の武器として使おうみたいな感じで言っちゃうと、そこ自爆しちゃうっていうことですね。自爆です本当に、そこで滑るとも終わりですからねそっから先ないですからね、もうずっと置物ですよ本当に合コン中ずっとこんな感じですよそうなると結果モテますだからこれだけ言うと本当にね、資料を取るんじゃなくて、もう喋りのスキルをね上げるとかね、なんか面白いエピソードを作るとか、そこをやっていかないとモテる、モテないんですよ本当に。何だったの、公認会計士さんの面白いエピソードって何でしょう。あ、結構フリーズおー、うん、なんかそういうのあったら結構つかみは OK ってなりそうじゃないか、はい、確かに公認会計士の面白いエピソード、面白いエピソード、面白いエピソード、公認会計士がモテる方法と、いうことで面白いエピソードを作る、鉄板トーク、鉄板トーク、こういうのはとりあえず女の子に受けるぞみたいな、なるほど、つかみみたいな、多分分かりやすいのがいいんでしょうねきっと。そうそう、分かりやすいのがいい、分かりやすい、弁護士やってますとか、弁護士さんだと分かりやすいんだよね、医者やってますみたいなとか、そう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 、なんかかっこいいエピソードとか面白いエピソードとか、面白いエピソードですか、これ難しいです、難しい、何年ぐらいで何千万稼げるよみたいなあ、でもその印象は確かにあるですね。なんか公認会計士はすごい稼げるなんか職種みたいなイメージはすごいあります。うんうんうん、確かにそうですね。まあ、平均のサラリーマンの年収よりも多分倍ぐらいは稼ぐと思うんで。それね、合コンで言うとモテると思う。年収を合コンで言うと。俺は1000万だったら。俺は年収1000万だったら。絶対そんなとこ嫌ですよ。ちょっとわかりやすぎたわ。自己紹介で年収は1000万ですけど。そんなやつ嫌でしょ。で、この格好で来るんでしょう、ね、まあ、絶対犯罪者やつだなそれはモテないです確かにね、もう面白いエピソードを持つって確かにやっぱ面白い人ってモテますもんね。面白い人もいいかも、魅力的、あ、もっと話聞きたいなって、まあ、そうですよね、うんうん、今ね、なかなか全然ね、思い浮かんでないっていうね、この悔しさがなんかだんだんちっちゃくなってきちゃったもんね。じゃあその資料は使えるっていうのは何だったんでしょう、その資料は持てるみたいな、ね、ざっくりとふわっとしたイメージなのかな。でも行政書士、うん、まあ、結局資料がどうっていうわけじゃなくて、肩書きがある程度社会的地位があるから、あ、すごいなってなるっていう一つの切り口、うんうんうん、としての武器としては大きいなと思う。確かにね、あの信用力はもう絶大に上がりますからね。うんうんうん、信用ね、うん、あるよね、やっぱり。そう、あの勤めて初めてでも全然ローンと組めますからね、全然。そうなの。そうなんですよ、会計士って肩書きだけで何千万って借りれますから。へえ。そこは魅力的なんですね。すごい。すごい。これね、アピールする機会はね、なかなかないんですよね。あ、もっとアピール、今アピール、アピール。ね、本当に。会計士になったら合流できるよ。ね。年収1000万とローンが組みますっていう
アピールです。現実的。そういうとなんかね、タワマンのとかね、そういうのなくて、ゲレンデとかそうなくて、なくてローン組めますっていう。住宅ローンも、まあ、5、6千万組めます。なんかこう結婚相手として、公認会計士さんはかなりおすすめだっていうことじゃない、うん、ってことなんですね。そうですね。安定はすごいしてると思うんですよ。食い口に絶対困らないですか、ね、これ本当に。それ合コンで言ったら、ね、なんかもう付き合い付き合わない、飛び越えて結婚しようって言われると思う。そうなんですね。うん、でもなんかわかんないですけど、それで結婚するの嫌じゃないですか。確かに。ちゃいます、わかんないですけど、そうね、あのステータス寄ってこられたら、ちょっと。そうなんですよ。俺もピュアなんで、やっぱり。俺を好きになってほしいっていうね。そんな感じなんで。男そういうのあるっすよね。そうそう。それは俺のことが好きなみたいなのあるじゃないですか。あ、そうそうそう。俺が好きな会計者ですね、どっちでも。でも会計者知らんっていう。そしたらそもそも会計士を持ってくるっていうのもなんかこうあれなんじゃないの。そうなんですよ ねそう一回ねこう会計士を取り外して合コンに行ったことあるんですよね。もう惨敗でしたねやっぱやっぱねトークスキルって重要ですよね。結婚されてるから合コンの話はできないんだ行ったことないんです一回も。あ、そうなんですね。ないです。あ、そうですね。もともとめっちゃコミュ障やったんでそんな行けなくて、こんなトークスキルあれば多分合コンですごいモテると思うんですよ。いやでも僕も行かないんでそうですね、ご結婚されてるからねでもなんかその人と喋る練習とかはめっちゃしました。25、6ぐらいで。あ、そうなんですね。うん、その頃からいろんな人飲み会、さすが絶対に行くとかはして、うん、こう初対面の方とお話しするっていう場には絶対行こうと決めてて、もともと行かなかったん、ね、でそういうとこに、うんうん、なんで行った方がいいなと思って行き出して、ちょっとずつ社交性を得たみたいな。あでやっぱ YouTube やってると面白いのがいろんな方と出会えるじゃないですか。そうですね。今回もこうそうですし、ゆむさんもそうですし、うん、YouTube を通してさまざまな方と出会えるってのはやっぱそれおもろいなと思いますし、うん、そうですね、うん、でやっぱ YouTuber ってモテるんじゃないですか。肩書きとして公認会計ではなくて YouTuber みたいな。あ、そうですね、なるとモテる気がするんですね。まあ、何がモテるって言われわかんないですけど、うん、まあ、興味持たれるとかは絶対あると思うんですよ。ありますありますね、うん、そういうのないんですか。あ、それはまあコメント欄、僕の YouTube のコメント欄とかですごいモテますよ。もコメント欄もすごいですよ。もうすごい、すごい、かっこいい、かっこいいみたいな。そう、かっこいいって言ってるんですよ。おー、そうなんです。顔見えないのに。そう、でも外したらイケメンなんだよね。本当外したらイケメンなんだよね。そう、外したらイケメンなはずなんですよ。そうね、イケメン、イケメン。お見せできないね、もう。そう、もったいないイケメンの無駄遣い。そうですよ。で、僕もね、本当めちゃくちゃコミュ障だったんで、25、6で会計士受かりましたけど、もう本当にコミュ障だったんで、合コン行っても全然喋れないんですよ。で、合コンでちょっと鍛えたっていう感じですね。なんか、そう、初めての人と喋るっていう。確かに波に喋りが難しそうですね、その場に行ったら。全然わかんないですもんね。初対面の方がこう、ザッと行ってでしょ。ザッと行って。で、出会えでしょ。そう。出会えで。話すんですかね。制限時間2時間で。すごいね、それ考えたら結構高度な。高度な、本当にめちゃくちゃ高度ですね。え、それで何話すんですか。自己紹介とか始まるんですか、そっか。そう、大体自己紹介から始まって、まあ、仕事何してますみたいな。え、じゃあそんな鉄板トークあったら強くないですか。大体滑るんですよ。あ、なるほど。滑るんですよ。そう。なるほど。ちょっとやってみて、やってみて。いやいや、ね。いや本当に今黒いですっていう話が始まるんですね。黒いですって始まって、で、あのちょっとねかっこよくね、あの公認会計士やってますみたいな話がね、こんなに、ね、ヘラヘラしてないですよ。もっとそったね、黒いですって言って、公認会計士やってますっつって、で、あれこれはあれだよね、肩書きを武器にして男ですよこれで終わっちゃうんですね。ちょっと最近言ってないからちょっとあれなんですけどねあれすごいシーンとした、こんな感じです。会計士は僕を見るとこんな感じです。シーンとしちゃうんでね。そう、いやでも絶対なんかそのやっぱ公認会計士でしか見えない世界とか絶対あると思うんです。もちろん、ね、うん、やっぱそういう経験があるってことは絶対魅力的なはずなので、うん、そこに対して魅力に思う女性も絶対いると僕思うんですけどね。行政書士の方はモテるんですか。行政書士も様々って感じですね。行政書士って結構意外と行政書士やってますっていう人っていうよりも、まあ、そういう風にちゃんと行政書士ですっていう人もいれば、うん、あの片手間だったりとかでやってる人も多いので、どちらかというとそういう行政書士持っててってこういうことしてるけどってこういうもやってるよっていう感じの人が多いかもしれないですね。
やっぱその公認会計士のあれは分からないですけど、行政書士って行政書士ですって言っても何してんのってなるケースって結構多くて、そうそう、ね、で、まあ、開業された方がまず悩むのがそこだと思うんです、うんうん、あなたは何ができるのみたいなとこに行政書士ですって言ってスッといかないみたいな、うん、なんか弁護士ですって結構スッといると思うんですよ、あこんな感じかなみたいな、でも行政書士のスッといかなさってすごいよなと思うので、行政書士ですの時ってどう紹介してるんです？もうね、大体行政書士っていうと、え、何かよくわかんないけど、すごいけど何してるのっていう感じになるので、うん、なんとなく書類作ってるだったり、こういうことやってるよっていうところから、自分が何をやってるかっていうことは結構ね、ある意味導入としては自然に、で、自己紹介になるっていうのがあるので、うん、少なくともあの、これやってますって言って、へーみたいな感じにはなったことはあんまりないかもしれない。まあ、もしかしたらキャラクターかもしれないですけど、でもなんか言わさない空気感は詰めてるのかもしれない、言わさないもん、おしゃれに飲まれたもんね、まだ飲んでないからちょっとただただしい結論、公認会計士は人によるってことでした。でも絶対的に資料ってあのかっこいいですよ。で、あのかっこいいっていう方は僕の周りには多いですよ。なのでまあその使い方なのかなっていう感じはしましたね。まあその行政書士の先生を僕やってるんですけど、まあ行政書士はやっぱね持ってますよ。もうそれはね絶対そうです。なので、まあ、それも一個の動機としてはありかなと、いうところです。はい。っていうところでですね、本日はですね、コラボということでさせていただきましてですね、ちょっとチャンネルの紹介も一回、お願いします。あ、公認会計士 YouTuber の黒井と申します。はい。公認会計士のね、YouTube をやっていてですね、まあ、初心者でわかるね、その決算書の読み方とか、あるいはね、会計士ってこんなやつとか、経理部ってこんなやつがいるよとかね、そういうことをね、面白おかしくね、喋ってるんで、まあ、会計を楽しく学ぼうっていうことを、まあ、コンセプトに YouTube やってますんで、ぜひね、見てください。はい。はい、ということでですね、はい、あの合コンの自己紹介ってやったらそれやってください。はい、それが一番いい、彼女です。ということで山口さん、ありがとうございました。バイバーイ。